1917年に発行された株の配給ギッテカブラの冬とは第一次世界大戦下の1916年から1917年にかけてのドイツで発生した飢饉状態のこと。飼料用として主に用いられてきたルタバが汚職して上をしのいだという逸話に由来する。ただしドイツにおける食料不足は第一次世界大戦開戦直後から続いていた。 ドイツは第一次世界大戦開戦当時、食料の1、3を輸入に依存していたと言われている。ジャガイモなど、自給可能な作物も存在していたが、主食の中核であった小麦は1912年から1913年にかけて全体の29.5%、飼料用の大麦は46%を輸入に頼っていた。その他にも、野菜、乳製品、 経卵、家畜用飼料など輸入が一定割合を占めるものが多かった。ところが、対戦では小麦の輸入元2位、大麦の輸入元1位のロシアと開戦し、後にルーマニアやアメリカもドイツに宣戦線したため、これらの国からの輸入が途絶した。また、ドイツの政府や軍隊はシュリーフェンプランに基づいて、ロシアとフランス双方を敵に回してもロシア軍が動員に、 手間取っているうちにフランス軍を圧倒すれば短期戦に終わると判断していたが実際にはフランス軍の抵抗とイギリス軍の援軍さらにロシア軍が早く戦闘態勢に入ったためにシュリーフェンプランは崩壊しマルヌの戦い以降は膠着状態に陥ったこのため戦争やそれに伴う経済関係の途絶が数ヶ月に終わるとする見通しが外れ 膨大な物資と人員を戦力に投入せざるを得なくなった。開戦直後は食料を不足はまだ顕在化されず、最初のうちは戦時交際の大量発行に伴うインフレーションによる価格の高騰が人々を直撃した。開戦から2ヶ月後には首都ベルリンでもジャガイモ粉が混ぜられたパンや水で薄められた牛乳などが売り出されるようになっていた。10月28日には 政府がパンの10%をジャガイモの粉にした仙慈パン、略して K パンを標準品質としたが、ジャガイモ自体も不足し始めたためパンの質の低下を抑えることはできなかった。同じ日に政府は改善3日後に施行されたものの、実際の施行は先延ばしにされていた穀物屋の最高価格を布告、翌月にはジャガイモや塩爆も対象にされた。だが、 実際の最高価格は各自治体に任されていたため最高価格の低い自治体から高い自治体への転売による陶器の温床となりまた農家も価格を縛られた穀物やジャガイモの栽培を忌避するか価格統制のない豚を育てるための資料に転用した翌年1月からはパンをはじめ様々な食物に配給制が導入され1916年5月22日には アドルフ・フォン・バトッキー・コール・フリーベンを長官とする戦時、食糧庁が内務省のもとに設置され、食糧の生産、流通を完全統制下に置こうとした。だが、ユンカーを中心とする農民側からは社会主義的と攻撃され、労働者側からは量の不足や価格面で攻撃を受けた。さらに軍などは戦時食糧庁を無視した挑発をたびたび言ったために、統制が機能せず、 生産者と消費者、保守主義と社会主義の対立を深めるばかりであった。また、イギリスとドイツが互いに海上封鎖を行ったことも、食料を不足に拍車をかけた。1915年に入ると、まず、イギリスがドイツの船が中立国国籍に偽装している可能性があるとして、すべてのドイツに向かう船を打歩していくことを決め、事実上の海上封鎖を開始した。 これに対抗してドイツもイギリス諸島に近づく敵国船を無警告で撃沈すると宣言して海上封鎖を図りイギリスもドイツのすべての港へ向かう航路の封鎖を明確化したこれによってドイツ国外に出ていた商船の多くがイギリスなどの連合国側に接収されイギリスによるドイツへの海上封鎖は一定の成功を収めることになる結局この欧州は ドイツの無制限潜水艦作戦によるルシタニア号事件などによってアメリカの対ドイツ戦線を招くなどドイツにとっては裏目に出ることになり東西を敵に挟まれたドイツはさらに海上交通路も断たれることになる人々も配給などに頼りながらも前述のケーパンをはじめ各種の代替食の開発食用や庭や公園などを畑として耕すクラインガルデンの流行 金持ちの間では、密商と称される闇商人から、密かに買うなどの対応を取った。だが、1916年には、ジャガイモの大表作があって配給が完全に滞り、ついには、パンやジャガイモに代わって、ルタバガが主食になり、街ではカラスやスズメの肉が売られるありさまになった。すなわち、カブラの冬の到来である。しかも、折しも、スペイン風邪の流行が、 ドイツでも遅い、飢えと病気によって多くの人々が死ぬことになる。大戦終結後、ドイツの帝国保健庁は1915年から18年までに、ドイツ全域で76万2000人が餓死したとする統計を発表している。長期戦になると、食料生産も低迷することになる。その大きな原因として、動力の不足が挙げられる。畜力では、馬が群馬で徴用された上、 食料を不足によって塩漠などの飼料用作物も人間の食用に回された。そればかりか、1915年の春には、家畜、特に大量の飼料を必要とする豚の数を減らせば、その分の飼料となるはずだったジャガイモが人間の食卓に回るようになるという主張が現れ、それに煽られた結果、豚殺しと称される豚の大量虐殺が行われ、 1914年12月から4ヶ月の間に、ドイツ国内の豚が2530万頭から1660万頭に減少した。だが、結果として確保できたジャガイモは、わずかなもので、かえって食肉加工が間に合わずに、大量の豚肉を腐らせるだけに終わった。また、機械は、材料が、平気生産に、職人が徴兵に回されたことで、 兵器以外の機械の生産や修理が滞り、農村では収穫した穀物が脱穀されないまま、ネズミなどに荒らされるケースもあった。そして、人力は、長期戦に対応した、労働配置計画が全くなかったため、手当たり次第に、長兵や軍需産業に動員され、それでも不足して工場に、女性や敵の捕虜まで動員されるありさまで、やがて農村から労働力が消えていった。 また、ロシアとの戦争によって、ロシア領であったポーランドからの農業労働者の出稼ぎが途絶することになり、農地はきちんと管理されなくなった。そして、機械だけでなく、肥料も材料である窒素が火薬生産に回され、唯一ドイツ国内に豊富にあったりだけが大量に投入されるありさまであった。そのため、大戦末期の九百十八年には、 穀物の1ヘクタールの収穫量は平年の4分の3に、生乳の生産量は平年の3分の2に、1頭あたりの土殺重量は平年の半分に減少していた。食料問題に対する人々の不満は次第に政府や戦争に対する不満へとつながっていき、1915年以降各地で暴動やストライキを頻発させ、 やがて社会主義者を中心とするドイツ革命、ひいてはドイツの敗戦という形での第一次世界大戦の終結の原因となる。だが、反面としてそれは、大戦後の保守主義者においても、革命と大戦での敗北は、食糧不足につけ込んだ、社会主義者とユダヤ人の陰謀であるとする、奇襲伝説を生み出す土壌ともなり、国家社会主義ドイツ労働者党とアドルフ・ヒトラーの、 対等へとつながっていく。ヒトラーは、カブラの冬で女性や子供が上の犠牲にならない社会の実現を訴えて支持を集めた。そして、政権獲得後も自給率の向上と広域経済圏の確立による自給自立を実現させた上で、他の大国と対抗していく方針を打ち出す。いわゆる、ナチ農政によって第二次世界大戦開戦までに、 食料の完全自給には至らなかったものの、それでも85%の自給率を達成するに至った。また、広域経済圏の確立とともにポーランドなどの占領地にドイツ人農民を移住させる構想の一部が東部総合計画として現実化された。こうした政策と占領地からの集奪によって、第二次世界大戦においては少なくても、 大戦末期の1944年までは、ドイツ本土における、食料を不足の問題は回避された。なお、カブラの冬が発生した1916年はドイツほどではないものの、イギリスでも、小麦などの協作とドイツによる、無制限潜水艦作戦の影響で、食料問題が深刻化して、ロイド・ジョージ首相のもとに1916年に、食料管理局が設置され、 1917年には主要食料の最高価格制が1918年7月には全面的な配給制が導入されている。フランス、ロシア、イタリア、オーストリアなどの国々も対戦中に最高価格制や配給制の導入をして食料問題に対処を迫られている。特にロシアとオーストリアは食料問題に対する人々の不満が革命につながることになった。 また、日本では第一次世界大戦に伴う食糧問題は生じなかったものの、1918年7月の米騒動とドイツの食糧問題の情報到来が同時期になったこともあり、ドイツの食糧問題の研究が密かに行われている。同年8月には外務省が日本でも大規模戦争によって海上封鎖が行われて、 日本本土への米の輸入が停止した場合には、ドイツと同様の事態が発生する可能性を警告する報告書が作成されている。また、1920年代以降になると、総力戦への関心の高まりや実際に、満州事変以降の軍事行動や、ナチスドイツとの関係強化によってこの問題への関心が高まり、この問題に関する著作の翻訳が、 農業や食料問題の専門家によってなされている。藤原、2016年、P30 から32ドイツ皇帝、ビルヘルム2世が1914年7月末の開戦直後、兵士たちに諸君は、この葉が散る頃には家に帰れるだろうと述べており、数ヶ月以内の戦いを想定していたことを示している。藤原、2016年、 P27 から29藤原。2016年。P42 藤原。2016年。P52 から54藤原。2016年。P62 から70藤原。2016年。P24 から27藤原。2016年。P42 か,から62藤原。2016年。P76 から85藤原。2016年。 P20 から21個の主張は、食料の量やカロリー計算上だけの議論であり、穀物から得られる炭水化物と、家畜から得られるタンパク質や脂質の互換ができないことを無視した主張であったが、食料不足に悩まされた政府や人々は、その意見に乗ってしまったのである。藤原、2016年、P32 から37.73から76。藤原、 2016年 P96 から109藤原。2016年 P9 から11.112から119藤原。2016年 P119 から131藤原。2016年 P133 から139藤原。2016年 P7 から13。ありがとうございます。